さて、新しい朝がやってきました。今日は8月、何日だっけ ?26?6 か?あ、7だ。27だ。おはようございます。いや、26じゃねえか?いや、27だ。まあ、何日もいいや。さあ、やっていこうか。残すところ、夏休みももうすぐで終わってしまいますね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?よいです。名前を紹介するの忘れてました。いや、したかもしんないけど、まあ、してない時のためにもう一回言っただけだから。さて、今日の朝ごはんは?じゃあ、いただきまーす。なんだろうな、これ。いただきまーす。サーロインステーキ?朝から食うにはちょっと重くないかい?ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。確か今日の夕方かな?なんかできるらしいんで、まあ、とりあえず虫相撲行きたいから、虫相撲行くのと、萌え姉ちゃんにちょっとお話をしたいっていうことがあるので、とりあえずね、萌え姉ちゃんにお話ししようか。萌え姉ちゃん、教頭先生の お宝らしきものを取ってきたぞ。取ってきたぞい。僕くんが取ってきたぞ。解説してくれ。あげるから、どんなものか僕くんに教えてあげてくれ。わかんないからね、この年頃は。あら?何かしら?これ、穴穴ボボン。何それ?あれ?英語の辞書と、ボロボロの手紙が入ってる。やっぱり、宇宙人の本なんだ。宇宙人の本じゃないよ。これはね、英語なの。イングリッシュ。イングリッシュ。お姉ちゃん、英語わかるの?いや、それはわかるよ。わかるわけないでしょ?一番嫌いな先生の授業なの。なんだ、わかんないのかい?ちょっと手紙の方を読んでみるね。もしかして教頭先生が英語で書いた手紙とか。どうなんだ。手紙も英語でした。ほらー、学士どうしよう。訳すったって私の辞書は学校に置きっぱなしだしな。その辞書使えばいいんじゃない。どこかに英語の辞書ないかな。お姉ちゃん、わざとやってるの。え、何、何のこと?天然か?萌え姉ちゃん。萌えキュンポイントだな。あの手紙は夕飯までに訳しておくからね。あ。できるの?うるさい。誰かの秘密がこの中に詰まってると思うと、ワクワクドキドキ。我が身の不幸もなんだか軽くなったみたいだわ。夕方イベントいっぱいあるな。じゃあとりあえず、虫相撲行きます。虫相撲は多分時間経過ないのかな?あと、おじさんにもちょっと話をしたいんだけど、聞いてくれるかな?今どこで何してんだろう?工房かな?明日の夕方、明後日の夕方にできるとか言ってたから、多分まだなんでしょうと、私は思うんですよ。おばちゃん!僕、今気づいたんだけど、うん。おばちゃんって、一体いつお洗濯しているの?え?ああ、そうだ。それは僕くんたちが、ラジオ体操で目覚める前よ。前?え、強いな、おばちゃん。ラジオ体操の前に、お洗濯も朝ごはんの支度も、みんな終わらせているのよ。え、何時に起きてんの?おばちゃん。僕くんが一番起きるの遅くて、じゃあ、この家で一番最初に起きるのは、おばちゃんだな。おぼり玉って、昨日火を消したのに、近づくとまだあったかいんだよ。そうなんだ。まあ、鮮度もあるからな。そういえば昔、釜の中でかくれんぼしたら、お父さんにすっごく怒られちゃったな。いや、怒られるよ。そんなことしちゃ危ないでしょ。今日はどこにいるんでしょうか。おじさんは工房だな。それとも寝てるのかもしれないね。いやでももう薪を割らなくていい感じにはなってんのかな。あ、いたいたいた。起きてる?おじさん。今日の夜、釜を開けるから見ておいで。あ、今日の夜か。宝の山がザックザクだよ。宝の山。あ、そうだ。おめでとう、僕。タコあげたんだよ。高く高く上がったタコが、この庭からも見えていたよ。昨日見てたのかな?ご褒美に次のタコを作ってあげるから選んどいで。選んできまーす。でも選んでたら夕方になるのがちょっと早くなりそうだな。
夕方までにお姉ちゃんが手紙を訳しておくからって言ってたから、多分ね夕方にはそのイベントをやりたいと思うんですけど、カブトムシもちょっとやりたいんだよね。楽しいタコ百科。次はね、これいけたから、あ、でもいけるの二つだけか。ニナタコ中級中級。じゃちょっとこれにしよう。じゃあおじちゃんに行ってこよう。でもな、もう時間ないんだよな。日にちねえんだよな。二日後にあって、29か。全然もうダメだ。タコ全然あげられない。いや、もうちょっと早くね、やり方が分かってればいけたんだけどな。過去の俺に伝えに行きたいわ。L1 ボタン押せ。L1 ボタン押せってね。さあさあさあ、選んできたんよ。俺が作ってほしいのはこのタコです。何何、セミダコが欲しい。セミダコ、よしよし。じゃあ2日ほど時間をくださいね。2日ほどか。僕くん帰る日が近くなってきたぞ。いつ帰るんだろう。30かな、31日かな。これさ、虫相撲のところ行けるか、秘密基地に行けるかどうかっていう問題が出てきたな。まあ、とりあえず、行けるだろうとは思うんですけど。もし行けなかったら、その時その時だ。行くぞ、僕くん。全速前進だ。全速力でダッシュしてくれ。今までの速さ、かけっこで1位、取れるぐらいのね、速さを、見せてくれ。あれ？ロードが、長いぞ。どうした？僕くん。ああ、なんだ。止まったかと思ったじゃんかよ。さてさて、秘密基地に行って、新カブトムシ2号。仮面ライダー2号的なノリ？まあそしたら V3 が一番強いから、仮面ライダー V3 みたいな。あれ？どうした？ふと、急に空気が冷たく感じられて、私はその場に立ち止まった。どうした？びっくりした。あ、雨だ。え、なにこれ？通り雨みたいな？今で言うゲリラ豪雨？雨降ったじゃん。僕くんここに来て初めてじゃん。初めてじゃない？あ、一瞬だけ？本当に一瞬だけか。じゃあ通り雨って感じだったのかな。こんなこともあるんだね。てか、まだ晴れてるしな。じゃあ虫相撲、俺がナンバーワンっていうことをこいつらに見せてやろう。俺のカブトムシ、ビッグなカブトムシを持ってきたから。でもね、なんか勝てなくなったんだよな。さて、ビッグマン。まず俺が相手ね。君が、1位になる時が来たぞー。よし、行け！オオクワガタって4匹目なんだ。オオクワガタの方が強いのかもしれないな。頑張れ！行け！ 53 センチ、20センチも、あいつよりでかいから、1号よりでかいから、頑張れ！ 2 号は勝てるはず。押し出してくれ。頑張れ！押し出せ。もうちょっとで押し出せる。頑張れ！強いな。さすが強いだけはある。あー、悔しい！よっしゃー。まずはね、1勝。しました。じゃ、次俺様ね。俺様だってさ、キング出してこいよ、キング。しょうがねえな。あ、こいつこいつ。じゃあ、これでどうだ？こいつぶっ倒してからな。どーんといけ！あ、叩けばよかった。まあ、倒せるでしょう。まあ、個体差があるからね。でかさの、でかさでは俺が勝っている。いけ、葬りされ。はい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 。1号の仇を取るんだ。いけ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 。
はいはいはい、お前ならできる、2号。行くんだ。倒しちまえ。はい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 。よっしゃー、勝った。負けちまった。次、僕の番か。やったぞ。頑張れ。ヒラタクワガタ、36。36匹も取ってんの。暇だな、おい。あー、負けちゃうよ。負けるんだよ。2号には勝てないぜ。なりたいよ。押し出し、ありがとう。じゃあ次は俺の番ね。大クワガタだってさ、大クワガタなかなかに強いかもしれないな。よし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 、まあ、ちょやめて。危ない危ない危ない。よし行け。2号が負けるとこだった。いや負けんなよ、本当に。頑張れ。軒並み倒してくれ。あとちょっとだ。頑張れ。あ、やばい。おお、悔しい。すごいな、今の。ひっくり返し。やりました。じゃ、次俺様ね。カブトムシ、え、カブトムシだ。あ、でかさでは俺の方が勝っているが、どうだろうか。叩いた方が良かったかな。どんといけ。あ、痛い。あ、でも全然食らわない。いけ、押し出せ。押し出せ、押し出せ。痛い。やり返せ、やり返せ。お前ならできる。2号、お前ならできる。勝てる。絶対に勝てるから。ほんといけ。いや、勝てるから。逆転できるから、今からでも。あ、お茶の子サイサイ。負けたんだけど、カブトムシに負けたんですけど、こうなったら1号君が出る番だ。こんなやつぶっ倒しちまえ。めっちゃ叩いてやる。ほら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 、何回でも叩いてやるぞ。このカブトムシ、さっき2号が負けたから、1号、君はこいつを倒すという使命を負っている。負っているとか、使命を背負っている。頑張って、倒して。押し出せ。体格差はあるけど、13センチも違うけど、勝てるから。ほらほらほら、いけるいけるいける。なんか下がってるぞ。お、いけるいける。よし、倒せ。あ、よっしゃ、勝った。やっぱ時代は1号だよ。なんてこったい。時代は1号なんだよ。次、僕の番か。伊達に77勝もしてないぜ。これからはどんどん叩いていく形でいきます。頑張れ。叩いたら強いということが分かったんでね。いけ、押し出せ。ぶっ倒せ。あー、負けちゃうよ。全然食らわない。一体。やばいぞ、強いぞこいつ。やば、押し出される。頑張れ。あー、負ける。嘘だろ。あー、あれ、勝っちゃった。やばい、1号2号ともに負けてしまった。3号いないんだよ。出す。これはどうなんだろう。あ、 11.2 匹の価値がある。じゃあ強いんじゃないこれ。いけ、倒してくれ。1号と2号の敵取ってくれ。君が3号だ。ちょうど3号だしね。あー、負けちゃうよ。強いんじゃない強いんじゃない。いけ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 。よし、ナイス。負けちゃった。あ、こいつが一番強いかも。じゃあ、さすが V3。次は俺の番ね。さすが V3 だぜ。叩いて叩いて。非常にもっと叩いて、もっともっと楽しんで。よし、行け。楽しんで、ミヤマクワガタ。楽しんでください。ミヤマクワガタさん。よし、行け。あの、ミヤマクワガタさん、あなたは負けそうですけど。へへ、負けちゃった。どんな問題。もう、戦力ないよ。ああ、ダメだな。これ以上の戦力は期待できない。どこか行きますか。悲しいな。非常に悲しいですね。まあ、夕方になる前に、ちょっとお姉ちゃんのとこに戻りたいので。あ、虹がかかってる。虹かかってるぞ、僕くん。山の上の方に虹がかかってたぞ。夕方になる前に。あ、でもそしたら僕くん、晩ご飯クイズできるじゃないですか。今日は当てようぜ。おばちゃんも言ってたしね。僕くん当てましょうねって言ってたから。
僕くんの本気を出せば当てられるんだよ。 Never give up。 僕くん Never give up。 諦めないで、諦めないで。マヤミキも言ってるから、諦めないで、諦めないよ。あ、たこ揚げしに行けば、あ、でもたこ揚げはもうできないか。やっても意味ないのか。夕方になんねえな。意外に夕方になんなかった。あ、これだったらあれだな。川の方に行けばよかったかもしんない。川の方に行けばよかったね。ちょっと間違えましたね。まあこういう時もあるさ。ちょっと適当にぶらつこう。ここで適当にぶらつくぜ。夕方になるまで時間を待つぜ。まあそういう時もたまにはあるでしょう。てか時間の、これはどうやって決まってるのかな。おじちゃんの邪魔しよう。えい、邪魔しよよよに来たよ。タコはまだできてません。できてません。もうちょっとだけ待っててくださいね。はい、待ってます。タコはまだできてません。だってさ。あ、夕方になった？さて今日の晩ご飯クイズに行きましょう、くくん。今日はね、冷蔵庫を見ます。あ、ちょ。こいつは仲良くなれなさそう。ダメだ。てか、引っこ抜いたからな、僕くん。毛を引っこ抜いたからな。やんちゃにも程があるぜ。さてさて、冷蔵庫からまず、拝見しましょう。豆腐。なるほど。わからん。わからん。さて、今日は何が出てくるのかな？僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？アジの南蛮漬け、チャーハンと八宝菜、肉じゃが。肉じゃが！じゃ、今日の晩ご飯、楽しみにしててね。てか、肉じゃが食いたいなぁ。全然、一年ぐらい食ってない気がする。一年ぐらい食ってないような気がしますよ。さて、お姉ちゃん、萌姉ちゃんのお部屋に行くか。こっから萌姉ちゃんの階、お部屋に向かいましょう。階段登ってね。多分訳し終わってるんじゃないかな。でもこんなに時間かかるもんなのかな。教頭先生は英語ができたということかな。できた？萌姉ちゃんできた？あの手紙は夕飯までに訳しておくからね。夕飯までか。できるの？うるさい。誰かの秘密が夕飯までか。俺夕方までと勘違いしてたわ。ごめんね。夕飯までね。じゃあどっか行こうか。でもな、もう捕まるのは間違いないからな。じゃあちょっとね、違うとこ行ってみよう。ここ？あ、おじさんいる。特に何もないんだよな。おじさん疲れて寝てるのかな？コオロギの泣き寝に揺れし我が釜のまだ細き日に我が子抱かれん。そうか、こんなことじゃ僕もまだまだ器が小さいな。どういうこと？テレビ何やってるんだっけ？わからない。テレビ見てみるか。つけてみましょう。何これ？日曜日って、サザエさんだよね。何これ？必殺仕事人？必殺仕事人、日曜日じゃないわ。テレビな、金曜日か。今日は金曜日ですね。この時代は。さっきと一緒ね。同じところを再生するというな。大きな口を開けて、晩ご飯が来そうな時間だな。ちょっとブランコでもすっか。あ、捕まった。はい。今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができていまーす。はい、晩ご飯食いに行きまーす。
ちゃん、どうしたの？お、手紙が。人生いろいろだなとか、ガツーンとか。意味不明。手紙を訳し終えたってこと？とりあえず読みます。何それ？調べ、うるさい。読むよ。なんか BGM が鳴った。誰が吹いてる？大河の流れ、咲き誇る花々の香り。今、マーク・トゥエインの冒険小説で読んだ夢の国。アメリカと私の生まれた国、この愛すべき祖国日本は戦争をしています。トム・ソーヤ、ハックル・ベリー・フィン、彼らが遊んだ野山に吹いている風を、日差しを、私はいつか自分の肌で感じてみたかった。今日まで密かに、そしてひたむきに彼らの言葉を学んできた私ですが、それもそろそろ限界のようです。英語の辞書もここに隠さなければいけなくなりました。ああ、なるほど。もしこの戦争が終わってまだ私が生き延びていたならば、今の清水のようなこの無垢の志を、そして春の到来を告げる南風のような高揚感を、未来の自分へ伝えたいと思います。昭和17年春。昭和17年、だいぶ昔だね。名前は？書いてない。そうか。この人生きててくれるといいね。教頭先生じゃないのかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、いい話だな。あ、じゃあ手紙読んだし、今日はお宝の山ができるらしいのでね、釜に行ってみるか。ちょ、調べちゃんにも聞こおっかな。調べちゃん行かないの？ここだけの話なんだけど、調べって昔お父さんの工房の奥の方にある焼き物を棚ごと落としちゃったことがあるの。え？え？そうなの？なんて悪いやつなんだ。なんて悪いやつなんだ。今の話、みんなには絶対内緒だからね。僕くん笑ってるよ。チクっちゃダメだぞ。でも、釜焼きが済んだから、これでまたお父さんの失敗作をガシャガシャ割る楽しみが増えたわ。ガシャガシャ割る楽しみ。あ、じゃあ失敗作もあるのか。なるほどね。もう姉ちゃんは今日は何してるんだろう。感傷に浸ってるのかな。今日は吹かないのかな。だいぶ上手くなってるけどさ。今日はなんで吹かないの？そう聞きたいんでしょ。そうです。うん、なんで？今日もね、秋の虫たちのささやきを聞く夕べなのだ。わからないのだ。雲が月明かりに照らされて綺麗だわ。てか星めっちゃ見えるな。もし都会と同じ空や雲が同じ時間にここでも見られたら、僕くんが帰った後でも電話でさ、同じ空を見て、同じ気持ちで、同じお話ができるのにね。感慨深いこと言うなぁ。僕、たまらんの、たまらんの、というか、いいね。なんか、あの古い手紙を読んだらさ、私の悩みなんて、もしかしたらちっぽけ？なんて、頭混乱してぐるんぐるん。でも、あれは、誰のものなの？誰かはわからないけど、うん、なんつうか、とっても心の温かい人が残していったものなんだろうね。どうなんだろうね。教頭先生のやつなのかな。教頭先生はいい人っていうことが明日から伝わったな。何？
明日から頑張ろうって少し思った。頑張ろう。僕くんも頑張るぞ。てか3回目だね。初めてじゃない ?3 回目も違うのは。じゃあ、かまどのところに行きますか。宝物がいっぱいあるらしいからね。行ってみようぜ。さらつご、僕くん。おじさんの失敗作、芸術作品を見ようぜ。職人の技。宝の山だってさ、間に合うよね。さすがに。あ、いた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 。これ?これかな?なかなかの出来栄えだぞ。一個ちょうだい一個。次は、どんなイメージに挑戦しようかな。これ、ズームで見られるとかあるかな?見れない?見れないね。せっかくのなかなかの出来栄えのおじさん作の何かを見られないのは悔しいな。チャーハン、中華スープ、酢豚にシューマイなどなどの調べの頃でまとめてみました。じゃーん、外れでした。外れたんだけど。なお、冷蔵庫の中には朝ごはんの材料も入っているのでちょっと注意してね。聞いたことあります。今日は外しました。これはなんか違うのかい?次はど、困ったね。僕くん、どうするよ。僕くん。見られなかったね。お宝の山ザクザクって言ってたけどさ。俺はそれを見れるのに期待してたんだけど。まあじゃあ、風呂入って寝るか。寝るか。まあ今日はいろいろあったしね。てか、虫相撲のね、敵のキャラクターじゃない。虫がね、非常に強くて僕困っております。勝てないんだけど、俺の今の戦力じゃ。ワンチャン三角を押しまくれば勝てるのかもしれないけどさ。ちょっと強すぎんじゃないの?ねえ、僕くん。困ったね。さあ、お風呂に入りました。さてさて、お風呂に入ったし、絵日記書いておねんねしましょう。おねんねしましょうじゃない。おやすみなさいしましょう。うん。今日はさすがに何か書かれるんじゃなかろうか。てか、ずーっとなんか素晴らしい一日が続くので、今日はちょっと変わった素晴らしい一日になるんじゃないの?開いて、入って、絵日記書いて、おねんねするぞ。あ、昆虫採集セットで、ぶっ刺しとか。こいつとか。おりゃ。すまないな。ぐしゃ。赤足。樹液が大好物なんだ。へぇ。ふぃふぃふぃ。カブトムシ超いっぱい。ゼロ杯。ゼロ杯か。その名の通り、ノコギリみたい。ギザギザの角が特徴だ。カブトムシはもったいないから、コクワガタは全然強くなかったしな。ホタル出しとっか。じゃあ邪魔だしね。ヘイケボタル1。卵の時も幼虫も一生ずっと光ってる。触っても熱くない。不思議な輝き夏ホタル。じゃあおねんねしまし、おねんねしまし。はい、しまし。邪魔、邪ほにま、学習帳、日記を書いて寝ますか。洞窟で見つかった秘密の本、戦争中の子供の宝物。なんと英語の辞書でした。英語の辞書でした。今日も一日が終わりました。皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。